弊社のレーザー顕微鏡オプテリクスハイブリッドをご紹介させていただきます。レーザー顕微鏡というのは、非接触で3次元の形状測定ができる装置でございまして、寸法や高さといったものを、測定することができます。半導体の工程で言いますと、ビアやトレンチ、それからバンプ、その他スクラッチや異物の形状測定などが行うことができます。こちらの装置の特徴としましては、画角が広いということが特徴になっております。対物レンズ5倍を使った場合に最大 3mm×3mm という視野で、見ることができますので、測定箇所の特定をすることが非常に容易にできるというところが特徴になっております。用途としましては、ビアやトレンチ等の、開口幅、深さの測定、それからバンプの、径、それから高さの測定、その他に、膜厚測定等もできますので、膜厚面内分布等、そういったものに、使用いただくことができますので、よろしくお願いいたします。